された道は一つ。敵将。いかにしてここへ。武具はない。食料のみ。誰かが俺を見てくれた。ここを離れねば。もう子供。誰かが俺をかくまってくれた。その者が立ちも。誰が歯を研いでおった。武士か。俺の鎧。壊れておる。だがあるだけありがたい。やめろ。ここにはない。ユナ。後にして。くっそ、かがんで。どうする？こっち。待って。助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は行くそばにおられたか。地頭の？知らないね。くぬってやめろ。待って。消えだ。
草場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうとく。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。体じゃ心もとない。使えそうなものをもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみろ。はい、叔父上。撃ってこい。わしの防御を崩せ。酒井陣が優悪武士だと示してみよう。で敵をひるませ、即撃で仕留めろ。やめよ、降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったらわしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないとよく防いだな。良い構えだ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え、痛みに耐えてみせよ。よし。では受け流しを教えよ。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。焦ってはならん。撃たれる寸前に受け流すのだ。恐れるでない。撃たれる刹那を狙え。わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。よし、その気だ。ついた後の隙を見逃すな。良い切り返しだ。うまく避けた。良いか。かわしたらすぐさま攻めろ。わずかな反撃の気を待ち、行かせ。タコにしましょう。
見事です。早すぎる。うまいぞ、ジン。それが誉れを売る道だ。アフナテルサムライ。いるかも。来て。騎兵だ。我が物顔で走ってみろ。馬屋はどこだ。燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い、鬼畜ども。じゃないだろうね。もう隠れんたちも取り返した。ちょっと万兵だ。一人も逃がすでない。馬屋はすぐそこだよ。馬屋へ急ごう。こやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい。どうどう。似合ってる。名をつけねばな。影、世を守る闇。城の中だね。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、おじめを恥ずかしめ武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だがこたびは俺が。お主はここで待っておれ。志村殿を返してもらうぞ。カプチンサラクラッウェン。うわあ！
猛虎の兵器猛虎の兵器Yeah!
め。坂井殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。今日は父に別れを告げろ。動けって頼むから。ユノ、騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。あんたを探してるんだ。馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてある。すごいな。必ず弟は助ける。志村様、thank you.
よし。Yeah!
You have cheated, you most samurai.待ってたよ。力を貸してくれる人は見つかった？いや、まだ探しておる。じきに誰か見つかるさ。あとでタカも手伝ってくれるよ。もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。弟は何というかな。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた心の内は明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それが物の札。この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。あれが野営？入れそうにないな。数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある。探すぞ。タカを助けなきゃ。敵に騒がれずに。
何か手があるはずだ。奥の守りは固そうだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだろ。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり猛虎に殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろ。何だってやらなきゃ。通るぞ。取られれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。ジン、どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。タカか。見に行こう。違う。よく中に入れたな。逃げるぞ。話は後だ。行くよ。
友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。